おはよう。昨日はよく眠れた？練習とはいえ、今日は40キロも走るんだから、覚悟してかないと。そうそう。せっかく普段は行かないような場所も通るんだし、途中で知る人ぞ知る、面白スポットを紹介していくから。え？神戸にそんなところあるのかって？知らないだけで結構存在してるのよ。じゃあ、行こっか。やっぱり神戸の街並みっていいよね。単純に走ってるだけでもおしゃれになった気がする。気づいてた？この辺りの空には電柱も電線もないの。だから映画やドラマのロケなんかもよく来るみたい。何気ないことなんだけど配慮されてるのよね。モニュメントもいいけど、こういうさりげない凝り方ってたまらなくない？うん、普段あまり目にしないようなものが見れるのもマラソンの醍醐味じゃないかな。ってことは、今だいたい10キロくらいってわけね。なんだか、海の水面がキラキラしてるのを見たら、頑張ろうって気持ちになってこない？夏場は80万人もの人で溢れかえるけど、今は2人しかいないの。なんか、不思議な感じがする。この辺りといえば、イカナゴよね。やっぱり、フギ煮が有名だけど、春巻きとか、おやきとか、すっごく美味しいのよ。あと、イカナゴの歌もあるんだけど、これがまた歌詞が深いのよね。この景色は圧巻じゃない？淡路島までぐーんと伸びてて、夜はライトアップされてすっごく綺麗なの。残り半分頑張っていきましょう。あ、ちょっと待って。せっかくスマウラ公園まで来たんだし、また別のスマを感じるものを見に行くわよ。スマって源平合戦で有名なんだけど、ここが平の敦盛の供養塔。他にもスマには文学碑なんかもいっぱいあるの。歴史を感じるにはすっごくいいスポットだと思わない？次行こっか。若干ルートは外れるんだけど、面白いもの知ってるの。ここよ、ここ。ここにね、ちょっと面白いものがあるの。神戸市民もあんまり知らない穴場なんだからね。ほーら、こっちこっち。来たー！
兵庫大仏。昔は日本三大大仏の一つにも数えられていた由緒正しい大仏よ。でも戦争中に金属として回収されちゃって、だから今の大仏は平成になってからの大仏なの。身近な御利益って感じが渋くない？え、違う？ね、海辺の夕暮れってなんだか神秘的な感じがするわよね。ほら、あと少しなんだから、へたってないでちゃんとついてくるのよ。それじゃ、ラストスパート！神戸市にはまだまだたっくさん面白い場所があるんだから、今日案内したのなんかほんの一部よ。一部。じゃ、よーくストレッチして本番に備えないとね。それじゃ、また。